はい、お疲れ様さ、チャカポコです。今日のテーマは沖縄です。どうぞ。沖縄についてちょっとお話したいと思いますね。沖縄、20年ほど前かな、25年ぐらい前か、沖縄に住んでたことがあって、まあ2年ぐらい住んでたかな、2、3年住んでましたね。で、まあ沖縄の食べ物っていうのがねあるわけなんですけども、結構ねこっちの食べ物まだ沖縄に行ってないのっていっぱいあると思うんだよね。例えばうどんとかラーメンとか、こっちで流行ってるうどん屋とかラーメン屋、沖縄に出店したら流行るんじゃないかなと思うんですけど、どうだろうね。沖縄にはね沖縄そばというものがあるわけなんですけど、あれもねお店によってはね結構ね美味しいですよね。沖縄そばってどうですか、皆さんイメージ。あんまり美味しくないような感じじゃないですかね。あの美味しい店ありますんでね、アジャズとかね、今でもあるかな、アジャに、アジャっていう地名のところにあるんですけど、お店でジャズが流れてるんです。なのでアジャズなんですけどね、そこはあの沖縄そば、まあ、ソーキそばとも言いますね。ソーキっていうのはあのあれですよ、肉のね、あ、なんだろう、肉ですよね。肉入ってるやつがソーキそば、入ってるやつは沖縄そばみたいな感じですかね。まあね、例えば北九州で有名な助さんうどん、あれなんかも沖縄でやったら流行るんじゃないかなと思いますけどね。まあ、なかなかその 物流とかね、あのそういうのを整備するのが、まあ、大変なのかもしれないですけどね。島ですからね、結構本土から離れてますんで。確かコンビニはもうね、ローソンももちろんありますし、ファミマもあるかな、ファミマあったっけ、セブンイレブンもある、あるんでしょうねきっとね、まあ、若干こちらとはね商品が違うかもしれませんが、あ、沖縄でね一番売れてるお茶ってね、あのサンピン茶って言ってジャスミンティーなんですよね。なんか黄色いパッケージですよ、だいたい黄色のイメージ、サンピン茶。こっち の本土だと多いお茶とかよりも緑茶系になってくるんですけど、沖縄の人はねジャスミンティーのもですね、サンピン茶、サンピン茶っていうんです、そのこと。まあね、いいよね沖縄、年取ったら沖縄に住んでもいいな。暖かいですからね、冬でも結構暖かい。私正月にね、あの酔っ払ってあちこち昔の友達に電話したことあるんですよ。明けましておめでとうの電話ですよね。その時確か半袖半ズボンだったような気がするんですよ。1月1日ですよ、そのぐらい暖かい日もあると、 冬でもね。もう暖房器具なんかいらなかったよな、確かね。エアコンがあればいいですよ、1台。ストーブとかこたつとかいらないですよね。そうね、まあ、あの沖縄に住んでた頃、私の部屋の風呂はね正方形でしたよね、すんごい狭いの。だからあの浴槽に入るっていう習慣がまだ当時なかったのかな、あんまり。普通 あのこっち側の風呂みたいな部屋は もちろんあれあったんですけど、なんかね狭い風呂でしたね、確かそんな記憶ありますよね。まあ、足をこう抱えてギリギリ入れるぐらいの狭いもんです。立ってシャワー浴びるような
用途に使うためのものかもしれないです、知れないですね。浸かるんじゃなくてね。まあ沖縄ね、いいっすよね、のんびりしてて。こっちのね、こっちの食べ物持って行ったら流行るんじゃないかな。やろうかな。スケさんうどんとかね、あと一蘭のラーメンとか絶対流行るような気がするんだけどな。まあそんな感じでね、沖縄にいた頃はね、私あれですよ、ダイビングをやってましたね。めちゃくちゃ綺麗なんです、沖縄の海。無人島まで行ってね、で潜ってましたよ。無人島があるんですね。そうそう、白い砂の砂浜でね、もうそりゃすごい綺麗ですよ。まあそんな感じで、今日はちょっと沖縄について語ってみました。なんで沖縄について語ったかというと、今さっき助さんうどんとこ通ったらね、助さんうどんが九州7県に店舗出店祝いみたいな上りが立ったんで、7県ってことはあと沖縄が抜けてるんですよね。沖縄には出店してないんですよね。まあそういうことで、助さんうどん沖縄に出店したらいいんじゃないかなとちょっと思ったんで、今日は沖縄の話をさせていただきました。それじゃあ今日の一言、沖縄いいよな、もう一遍沖縄に住んでみたいですね。でまた綺麗な海に潜りたいですね。それじゃあいってらっしゃい。